い、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の一次不定方程式 ② をお送りします。で、このタイトルここで終了です。次回はね、二進法とか十進法のやっていくんですけど、今回は、前回の動画とちょっとつながって2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきね、ちょろっと言いましたけど、前回この丸1のタイトルの時に3問やったんですよ。で、3問がだんだん難しくなっていくっていう流れでやって、特に3番解が見つけにくいっていう問題の時にユークリッドを紹介したんですよ。で、今回それも使っていくんですが、今言ったのがちょっとピンとこない方、特に1番の説明の時にって思う方は、下にね、動画のリンク貼ってありますので、1個前の動画の3問ちょっとやってみてください。時間があればでいいので、お願いします。じゃあ行きましょう。で、1番はですね、まあ、こう整数解を見つけに行くんですが、右辺が3です。0か1以外になってるので、まず、3の部分。ここを、1だと思って、これの解を見つけに行きます。これの解を探しに行くと。で、前回みたいにある程度当てはめて、あ、これいけるじゃんって見つかればいいんですけど、ちょっと厳しいです、これ。113と41に関しては。なので、厳しい時はユークリッドを使っていくと。で、ユークリッドを使うと、113、41、この2つで、大きい方から小さい方を割る感じでいくので、113イコール41、で、小が2で、82だから余りが31か。こうなります。で、小と余りを使って続けます。41イコール31で割ると、小が1、余りが10です。で、31と10。で、続けて10。小が3で余りが1です。余りが1になったら終了です。ここで止めると。で、この3つを使って、XY、ね、当てはまるものを探しに行くと。で、まあ、前回も紹介しましたが、まず、二つ目から一番下、ここに代入しに行きます。で、結局ね、113、41、1っていうものを残したいんです。で、一番下は1っていうのが出てきてるので、これを基本的にうまく使っていきたいんですけど、10とか31が邪魔なのね。なので、まず10のところ。ここに、この10を代入することによって10を消しに行きます。で、今回、まあ、31×1 なんだけど、31だと思って、左辺に持ってきます、31。だから、10イコール41マイナス31だと思って、ここに41-31を代入するんです。で、そうすると、31イコール代入してるから、まあ、3ちょっと前、これね、前に出そうか。41マイナス31プラス1です。で、これを展開して、まあ、3×41、あ、逆か、41×3、マイナス 31×3 にして、左辺に持ってきます。持ってきて整理をします。そうすると、41×、持ってくると、まあ、マイナス3にしとこうか、ここ。マイナス3。で、これが、持ってくるとプラスに変わるので、31×4 になります。これは、ここがマイナス3をかけてる状態で持ってくるとプラス3です。ここにもともと 31×1 がいるので、1と3を足して4に変わると。で、イコール1ですね。まだ入るよね。OKOK。で、こっから41はいいんですよ。41もともといるので。でも31が邪魔なので、今度は3つ目。ここの31を使って、ここに代入します。31を。で、31を、このね、41×2、左辺に持ってくれば、113-41×2 になると。ここね、113、かける、かけるじゃねえか、まあ、引くだね。引く 41×2 か。で、これを代入するとまだいける。で、展開して、で、まとめます。で、この順番にしたいんで、まず 113×4 を先に書こうか。3×4 です。今ここ配っただけ。ここに ×4 があるからね。こうやって。で、こっちに配ると 41×-8 です。こっちマイナス3があるから、プラス 41×-8 にしてください。で、イコール1。
で、これを、マイナス 41×8 じゃダメですかって言われるんですけど、別にいいです、それでも。いいんですけど、ここがプラスになってるんで、合わせた方が分かりやすいってだけ、個人的にはね。で、こう計算したことにより、解が分かります。ここと照らし合わせると、113×4。プラス41、これこっちだった。41×-8=1 になってます。だから、x は4、y は -8 なんです、今回。使いたいのは。ただし、最初に話を戻すと、右辺は3なので、これを3倍する必要がある。だから、これ、両辺全部3でかけると、いじるのはここじゃないです。この4をかけるので、12。プラス41はいじらないです。ここをかけるんで、-24 で、=3。ってことが分かったので、今回使いたかったのが、3でいい。あれ合ってる？どっか間違っ、あ、ごめん。ここ8だけど、あれだよね。失礼した。これまとめてないから、11だ。ごめん、失礼しました。今ね、ノートにあったやつと違えと思って。ごめんね。ここ33だね、3ヶ月。失礼しました。で、こうなります。で、これでやっと準備ができたと。ね、前やりましたけど、この式と、この式。これを1番だと思って、これを2番だと思って、この式からこの式を引いてください。右辺0にしたいんで。で、引くと、113でくくって、x-12、プラス41、カッコ、y、プラス33、=0になります。で、イコール0になってくれれば、113、一応書こうか。113と41は互いに、そうなので、まあ、K とか N、文字を使っておくことができると。この x-12、これが41の倍数になります。こっちがね。だから、x-12 イコール、41K、ただし K は整数だね。と置くことができると。で、前回の動画の一番左みたいに代入して解いてもいいです。解いてもいいんですけど、ここがプラスの時は、じゃあこっちの Y プラス33は113の倍数ってわかる。ただし、プラスになってる時はこっちがマイナスになるので、マイナス 113K と。よいしょ。こう置くことができますよって。以上書こうか。で、K は整数ね。よし。で、最後、X イコール Y イコールにする必要があるので、マイナス12、プラス33、右辺に持っていって、ラスト。X イコール 41K プラス12、そして Y の方は、マイナス 113K マイナス33。ちょっともう一回書きますか。K は、この答えの欄はね、書く必要があるので。よいしょ。整数と。はい、これで終了となります。長いね。まあ、前回はね、ちょっと板書の関係でここは消してしまったんですけど、まあ、こんな流れでやっております。ちょっと、カメラの焦点合わせますね。よいしょ、ごめん、失礼しました。よいしょ。じゃあ2番いきましょう。で、2番はですね、まあ、何が違うかって自然数なんですよね。前回の動画、そしてこの問題は全部整数解なんですけど、2番は自然数の解となります。つまり、精度。整数だから1以上だね。XY が。で、この時の解き方なんですが、基本的にですね、まあ、自分はこうやってやるよっていうのを紹介します。で、今回、X イコールに、まずこれを変形します。X イコールに。で、どうやるかっていうと、これね、ちょっと板書入るかな。まず、マイナス3、3y をこっちに持ってきて、マイナス 3y。で、両辺5で割れば、x イコール、マイナス5分の 3y で、50は5で割れるから、プラス10となります。で、なんでこんなことするかっていうと、さっきも言ったように、自然数なんで、x も y も1以上なのね、全部。ってことは、x は1以上だから、こうなるんです、ここ。今。マイナス5分の 3y プラス10もね。で、これを解くと、ここ、ちょっと無視して、ここだけ解いていくと、10移行して、マイナス10。両辺にマイナス3分の5をかけることで、y が、小なりイコール、持ってくるか、3分の50か。こうなります。
で、y ももちろん1以上なので、y の範囲が決まるのね、こうやって。1以上3分の50以下と。よっしゃ、こっから探したいって思うんだけど、これ、3分の50って、まあ、17点、17か16点か。いくつ？だから、1から16まで全部確かめるの辛すぎるのね。パターンがありすぎるので。だから、もうちょっと絞り込みます、こっから。で、どう絞り込むかっていうと、これ、まあ、なんとか X、まあ、プラスかマイナスか、なんとか Y イコールなんとかになってるんですけど、この自然数の問題、いつもね。で、大体が、どっちかがね、くくれるんです。今、3と50ってくくれないんですけど、5と50って5でくくれるじゃないですか。だから、まとめてしまいます。自分のやり方はだよ。自分はね。で、50をこっちに持ってきて5でくくると、x-10 とこうなります。これ、こっちに持ってきて -50、5でくくればこうなる。で、プラス 3y。こうなりますよね、変形すると。で、こっから何がわかるかっていうと、これ、5と3って互いに素なんですよ。さっきと同じように。ってことは、x-10 は3の倍数だし、y は5の倍数なんです。今までやったのと同じね。いい。使うのは y の方です。y は5の倍数なんです。ちょっと待ってね、書いちゃおうか。で、さっきの範囲に話を戻すと、ここにあと該当するのは1から16までです。16点いくつまでいけますけど、1から16までで y が5の倍数って5、10、15しかないんです。3つしか。だから絞り込みが完了した。だからそこからもうあとは求めるだけ。XY のコンビ。ここに関してはこういう答えではなくて具体的な数字出てきます。値の組だからね、ちゃんとね。なので、ちょっと書き方おかしくなったらごめんね。見にくいかもしんないけど。ここまで入るかな？あ、全然入ってたね。縦で3つ並べるか、そしたら。よいしょ。y は5、10、15と。3つ分かりました。じゃあ、あとは代入して解けばいいと。x どうするって。ここ隠しますね。x はマイナス5分の 3y プラス10ってもともと分かってるので、y に5を代入すれば、マイナス3プラス10。つまり、x は7。10を代入すれば、マイナス6プラス10だから、4。15を代入すれば、マイナス9プラス10で、x は1以上ですよね、と。こんな感じで解いてみてください。まあ、ほとんどが整数解です。こちらよく出てきます。上のね、1番とか前の動画のやつの方が。けど、まあ、たまにちょろっとね、この自然数解の方も出てきますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数 A の一次不定方程式2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は最初にも言ったように、二進法とか十進法のやつをね、ちょっとシリーズでまたやっていきますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。